夜のドルフィンポート NHK 鹿児島放送局より、ドルフィンポートは、かつて、鹿児島県鹿児島市本港新町の埋め立て地にあった複合商業施設。2005年4月にオープンし、2020年3月に閉業した。総木像2階建てで南国のバンガローを思わせる建物で、特産品の直売店や飲食店を中心に、約20店舗が入居していた。運営は、 山形屋や地元財界を中心とした共同出資会社である鹿児島ウォーターフロント株式会社。埋め立て地の利用が1990年代前半のバブル経済の崩壊で停滞したため、鹿児島県を中心に設計コンペで選定された山形屋案をもとに建設された。用地は約15年の期限付定期借地契約により賃貸借されていた。 鹿児島本港の離島航路や桜島フェリー乗り場に近く桜島を正面に望む立地であるため周辺でイベントが開催された際には多くの人出があったが市中心部の天文館からやや離れていたことや車以外のアクセスにやや難があったことなどから客足は伸び悩んだまた隣接する区画に2006年12月1日 NHK 鹿児島新放送会館がオープンした 同施設には、一般も、利用可能な NHK アーカイブスライブラリーや、会場には展望スペースも設置されている。2008年1月6日から2009年3月31日まで、NHK 大河ドラマ、厚姫の放送に関連して、厚姫館が開館していた。伊藤雄一郎が、老朽化の著しい鹿児島県、総合体育センター体育館及び、 鹿児島県総合体育センター武道館の新設移転候補地としてドルフィンポートに隣接する鹿児島県所有地を挙げていたが2013年8月に世論調査等により市民の反対の声が高かったことからこれらの県立総合体育施設の新設構想は白紙撤回されている。賃貸借契約満了に伴い2020年3月31日を 持って閉鎖された。テナントはそのほとんどが閉店を余儀なくされたが、回るすしめっけもンや、山形やフォトスタジオのように移転したものもある。現在の暫定活用は月決め駐車場として運営している。1階2階1階2階蒸気の2つはいずれも本数が少なく、利便性が高いとは言えなかった。なお、鹿児島市電、伊豆路通電停も利用可能であった。 鹿児島県総合体育館計画が白紙に市民らの反対図よく読売新聞鹿児島県版2013年8月24日閲覧さようならドルフィンポート15年の営業を得る鹿児島市鹿児島毎日新聞 h t t p s m a i n i c h i j p a r t i c l e s 2 0 2 0 0 4 0 1ュ d l k 4 6 0 2 0 4 3 7 0 0 0 c 2 0 2 0年5月11日閲覧。ステーキハウス、レッドペッパー南不当店の跡地、近い時期に開業した、山形やブライダルサロンカリの天文館店と同じ。 場所鹿児島県ホームページ。ありがとうございます。